皆さんこんにちは、和鷹の朗読、読み手の和鷹です。ここは近鉄奈良駅です。あっち行くと奈良女子大学の方面です。で、向こうからですね、白いトラックが近づいてくるのが、あ、ちょっとここからじゃ分かんないかな、ちょっとズームせんと分からんかな。白いトラックが向こうからやってくるんですけど、何かマークをつけているんですよね。白い丸いマークで赤い縁取りのマーク、なんか見覚えのあるマークをつけたトラックがどんどんと近づいてきております。カメラを構えた方たちが、いらっしゃいますね。ということは何か、何か珍しいものがね、今からやってくるんでしょう。あれです、やってまいりました。鬼滅の刃って書いてあります。白い大きなトラックです。で、そのトラックの荷台に黒い巨大な蒸気機関車が乗っていますね。有名なキャラクターたちが側面に描かれております。今現在日本全国を巡礼している鬼滅の刃無限列車でございます。日本巡礼中の無限列車がついに奈良にもやってまいりました。やはり機関車が荷台に乗っているっていうこともだけあって、鬼滅の刃を知らない方々にもですね、やっぱり珍しいものっていう風に、見られているんじゃないでしょうか。この無限列車は、日本全国を回っていきます。日本全国47都道府県、日本の大地というのは北海道から沖縄までね、土地というのはですね、有限なものではございますが、人々の思い、そういうものはもうずっとこれから未来永劫続いていくというもの。人の思いは無限、土地というのは有限ですが、人の思いというのは無限でございます。そんな人々の思いを乗せて無限列車は日本全国を走っていきます。ありがとう無限列車。奈良を走った後は次は京都に行くみたいです。これから関西の旅を楽しんでください。